どうも、舞姫大学の特別講義でございます髪も染まってちょっと若返った気持ちになりますね。でナミさんの方から送られてきた動画では、まあ、理想のね、えー、お客様に来てもらう方法ということだったんですけども,も私もね似たような見解を持っていてあのつまりどんな発信をするかによってどんな人が近寄ってくるかってことが分かるんですよね。でこれをね一言でまとめるとね「花には蝶が舞いクソにはハエがたかる」っていう言葉があるんですよ。 つまり自分が汚い発信をしていると、汚いものが好きな人が集まってくるんですよね。で、人を貶めたいような発信をしていると、それに同調する人が集まってくるんですよ。でも人を励ましたり、世のため人のためになりたいなっていう風なね、綺麗事や理想論をこうやって発信していると、そういうのが好きな人が集まってくるんですよ。ですんで、前向きで、えー、堅実になりたければ、前向きで堅実な放送すればいいのかなってことになりますし、悪い発信をするとね、悪い発信が好きな人が 集まるんですよね、うん、つまりはどんなことに反応するかはまさに発信した人の力量次第なのかなっていうことでございます。まあ、例えばね、まあ、女性にモテたいなと思ってそういうことばっかり発信してると同じように女性にモテたいよって人が興味を持って見てくれると思うんですよ。でさらにねちょっとこう不倫をしてみたいなっていうふうなねことで不倫のテクニックみたいなのはずっと話してるとこんな方法もありますよみたいなことで、まあ、それに同調する人が来ると。 で不倫なんてとんでもないっていう人は別に放送を見なくなりますんでねもしくは批判を浴びてくることになりますんでまあアンチというね立場になるのかなと思いますまあですんでねやっぱりどんなテーマで話すかってことを非常に大事でそのテーマに沿ったまいでたち服バックグラウンドこういったもの非常に大事になってくるのかなとだから自分がどんな問題を解決をしたいかってこと まあ、例えば私の場合はお金の問題解決についてこうやって話してるわけなんですけどもそれは取りもなさず私自身がお金の問題を早く解決したいと思ってるんですよね自分自身のお金の問題もそうですし他者の問題解決もしたいからお金の問題解決についてのテーマでずっと話してるわけですよそうするとお金の問題解決をしたい人とかすでにしちゃった方がアクセスしてくれる可能性が高いということになりますので、えー、今ねほとんどの方は多分お金の問題解決いまだに何かでやろうと思ってるんですよ で主にはビジネスとか投資になってくると思いますので、じゃあ私のうまくいったビジネス、まあ、アフィリエイトですとか、転売ですとか、FX とか、その他の投資のお話をすることが多くなってきますし、そのための質問がやっぱり引き寄せられてきて、それに対して回答するから、さらにもっと難しい質問にはどう答えてくれるんでしょうかってことでフィードバックが入れて、また繰り返しになるってことになりますよね。私がだからね、スポーツとかダイエットの発信をしていったら、スポーツやダイエットの視聴者が集まると思うんですよ。まあ、ですので今後もね、 どんな発信をするかってことを決めることによってどんな人を引き寄せたいかどんな人と関わりたいからどんなテーマで話すのか様々じゃないですかね。はい、ということで今日は以上でございますちなみにトミカのミニカーの紹介ばっかりしてるとトミカのミニカーに興味のある人が視聴者さんとして言いつくようになりますよね。はい、以上ですお疲れ様です。